そうだね、喧嘩配信とかは、うん、もう眉も養分みたいにいちいち恋愛を表に出さずに裏で恋愛しときゃいいんだよ。ずっと富士山そう、いちいちこんなね痴話喧嘩もバチャバチャしてるからこうなるんだよ、言ったじゃん俺。これ惨めじゃない？なんでこんな惨めな思いさせるの？なんで惨めなの？惨めじゃない？ずっと囲われてたのに、こんな風になって惨めじゃない？惨めだと思わないならいいよ。分かんないもんね。でも自分が引き止めたんだよね。うん、はい、そうです。うまいよ。どうするの？ん？あ、車？車もないし、薬局も歩いて行くの？歩いたらどんぐらいか見てみるか。なんてところだっけ？近くのやつ、10時ぐらいからじゃない？実際この間会ってさ、帰ったと思ったらまた物忘れたって戻ってきたらもう止められないよ。作戦じゃないの？うん、車に持ってきてって言ったじゃん。まず車を賢くやりたいな。配信のこと分かんない人とそれは分かんないんだろうね、どうなるかなんて。そっ、検査薬薬剤師いるとこじゃないと。じゃあ普通の薬局じゃ売ってないってこと？配信の素人に出しゃばられてさ、何も分かってないよね。くじしか出ないで。でも普通の薬局は売ってないって、そのさっきの。もういいわ、じゃあ行かんで、もう1週間後にもう一回やりな。分かった。一応持ってきたんだ。生理遅れて1週間後に普通の妊娠検査薬でやって白黒つけよう。今日から5日後って何日？ちょっと待って、予定日から1週間後。何？これ予定日 9月2日。9月2日が生理予定日だった。来てないんでしょ？ってことは、何でしょう？8日、9月8日、もう俺を揺さぶるのがうまいんだよ、俺の感情を。舞がいけないの？いや、捨て出るもんな、捨てたいよ。でも捨てれないんだよ。捨てたいよね、もう捨てたい。え、また始めるの？ネックレス返してもらって一番最強の何よりもいい条件だったのに引き止めてしまったから。ネックレスも売れたのに。でも補充しないとあれだよ。安くなるの？めちゃくちゃ安くなっちゃうよ。そうなの？もったいないよ、売ったら。
ね、ゼロワン、うん、でも結局ゼロワンがさ、うん、復縁ってなったじゃん、うん、ごめん、それ言ったのに、じゃあそうだけど、だから やめた方がいいんじゃない、その後にぐちぐちでしょ、そう、もう止まらなくて、本心が、うん、本心が、うん、お前のせいでと思ってる、なんで、うん、なんでお前のせいで、お前の配信が3日遅れで検査した、まゆちゃんのせいに、うん、いや俺ちょっと旅出るね、ここにいて、でゼロワンさ、俺旅出てくる、聞いたけど、うん、ゼロワンが言ってたけど、俺は浮気するときはいつも旅する場所で浮気するって言ってたじゃん、それ絶対約束できる、浮気は絶対しないよ、うん、とりあえず挽回しないといけないから、何かしないと、うん、ダメなんだ、いやもう挽回しないと、中出し出すか、いや中に出してないっすよ、いや無理っつってたらどうすんの、富士山で、仲良くやり方どうやってやるの、やって、えやり方わからん、仲良く、仲良く配信わからん、やり方何してんの、キモいでしょ、そんなことしたらこの状況で、わかんない、仲良くって、仲良くだから普通に、ああでもさ、まゆとゼロワンがいつも一番仲いい時ってここで鉄板焼きで食べる系、うん、ほっこりする飯食ってる時、うん、仲良くするな、本人がどうしぐちぐちそう言わない、仲良しがいても男ってうまくやらせるじゃん、前でそのかつくな、うまくやらせるって何、配信うまくやらないとダメだろう、うまくやれって何、賢くだよ、だから賢くってだから裏で付き合うってこと、そういうのじゃなくて、じゃないの、さっき自分がそう言ったじゃん、あだ名を取られないようにやるんだよ、うまく、え、うまく、それってそういう、そういうの恋愛じゃないんだから、だから隠れて賢くやれって、隠れてとかじゃなくて、でもさっきそう言ってたじゃん、いや、うまくって何、バカみたいにさ配信つけてさ何をしてるんだよ、修理ちょっとまだ8時半10時かな、
あ、匿名さん、喧嘩しない、仲良くして。誰、匿名さん、LINE してきて、誰か。LINE して。うん。またやらしたいからじゃね、ふがふがやろう、この野郎は。てめえ、ふがふがおじさん。何やっとん、てめえ。ヨギママ、お前。首突っ込むな、ゴミ。ふがふがしてんじゃねえよ、お前。鼻ばっかでかくして。うっせんだ、てめえは。お前が帰る行けよ。お前こそお似合いだよ。まんじゅうのうんこいつまで食い続けんだよ。せやな。苦手お前お似合いだよ。ひでままとよろしくやっとけよ。仲良くよ。二人でコラボ枠にして。ひでままと。しようかな。とりあえずあれしないとな。車屋が10時だし、あと1時間半だし、でも車ないから薬局も行けないし、歩いて行くか。まあまあ薬局はもういいわ。あの早期妊娠検査薬は普通の薬局じゃ売ってないって。車行こう。ローン終わってるか調べて、もうプリウス号もう廃車、もう売る、もう車なし、徒歩、もう売るっつうかもう廃車、終わり。車両毎月保険も払わんでいいし、終わりも全部、うん、てか東京に住んで車大丈夫じゃない？違う、ここ駅遠いから車ありきのいい場所なんだよ、位置的に。だから駅も遠くにしてるんだよ。もう売れないで、もう廃車だよ。もう不便だけど、しゃあないもん。修理する金ないよ。借金400万の女、金もない。ねえ、どうすんの？リスナーも離れた。やばいでしょ、もう。生きていけないみたいな。だから、じゃあ01は1日食費2000円ね、2人で。いいの？全然いけるよ。うん。01はでもお前のブランド品売って、あの今まで水出してきたやつをもう質屋に売りに行く配信。質屋は全然ダメだよ。うん、どっかに売りに行こう。メルカリとかが、うん、売って、ネットで全部売ってどうすんの？売って足しにするんだよ。うん、でももうほとんど売っちゃったんだよ。うん、ほとんど売っちゃったんだよ。売れよ、残ってるやつ。財布も、ね、バッグも売れよ全部ね。靴めっちゃ売りたい。うん、売りなよ、うん、リスナーにあれしなよ。もういいよ、その鬼滅の刃で。うん。うん。来とけよ、それずっと。うん。前の買ってあげて。じゃあ、メルカリ、あれ、作るか。うん。うん、買ってあげて。無理？一人しかいないね、買うって。てか、あれってさ、うん、もう買うなよ、絶対によ。
前より金使うんだよ。何？前より金使うんだ。金は使わないよ。一銭も使うんだ。買ってあげるとかでもお前やめようよ。いや買うっていうか、いや、ま、前のブランド品稼いでるんだよ。聞いてんのか人の話を。眉のブランド品をリスナーさんに買ってって言ったんだよ。ハリー・ウィストン、何を言ってんだよ今。大黒屋に売りなよ。大黒屋、大黒屋保証書持ってるから。そうなの。いや、大黒屋とかその質屋とかで売るとあの、めちゃくちゃ安くなるから、メルカリとかの方が、あの高く売れるから、メルカリネットで売る。大黒屋プラダ？ってか、なんか大黒屋で売ったことあってもいいよ。プラダの財布を売ろうとしたら5000円だったんだけど、メルカリで売ったら10万円だったのよ。ハリオス、ハリオス、ハリオ買ってるし。ハリオ、ハリなんて？ハリウィストンだからね。ねえ、マユ、大黒屋さ、あちこち行けば金額が違うから。いやいや、あのなんか。えはり、そういう質屋とかってめちゃくちゃ安く買ってで倍に売るんだよ。だからそれを省いて自分が売った方がお金になるんだよ。だからあのメルカリとかヤフオクとかに出品しようかなって思ってるよ。あ、出品しないよ。そう、箱付き、証明書付きで。うん、うん、いやでもさ、うん、あの評価あるの？うん？ヤフオクとメルカリのさ評価あると思う。あるよ。登録するの？ああのね、持ってるんだよね。アカウントでしょ？うん。ヤフオク持ってない。評価とかさ両方さ、あの登録しないよ、ダブルで。なんで？え、ヤフオクだってさ、うん、だってさ、両方出すときは先にさ決まった方にすればいいじゃん、金額。ああ、同じものを2つのところで出品して。そう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 、うん、それで早く交渉成立の人は、うん、確かに決めちゃえばいいじゃん。いや、そうしようかな。だから昔はヤフオクしかなかったから、ヤフオクだけど今はさメルカリの方がさ、あ、ラクマだ、ラクマ。え、ラクマってところ、ヤフオクじゃないわ、それ、オークション。メルカリがいいよ。そう、だからヤフオクってオークションだから、うん、あの メルカリとかラクマで攻めるわ。そうだよ、ヤフオクの方がいいんじゃない、金額が上がるから、うん、ただラクマの方があの偽物売ってる中国人が多いから警戒されるよね、ラクマは。写真も首元からつけてるやつと、うん、外したやつと箱と保証書もちゃんと綺麗に撮影して、うん、ね、そうだ、だから眉結構あの綺麗だから。話が長い。何？ツイキャスは別に大丈夫です。声はダメなの？うん、うるせえよ。バタバタ。なんで遅みに来てんだろう。俺たまに近藤組長とかああいうこと電話してるじゃん、普段から。なんで今やってんの？ね、もう外部の人が外部のルールでコメントしすぎな、うん、これは売らないよ。何その外部のルールでコメントしまくるのかが分からん。でこれ売らないでしょ。え、これ売ってってたの。売るわけないじゃん。でしょ。みんなこれ売るんだと思ったんだって。おかしいじゃん。